優勝戦1号艇柳生選手です。おはようございます。はい、おはようございます。優勝おめでとうございます。はい、おめでとうございます。50号機、まあ、前走車も非常にいい足をしていたんですけれども、本節改めてその船足の仕上がりとしてはどうでしょう。まあ、どの足も、いい足してます。序盤からもその雰囲気はずっとありましたか。いや、まあペラやりましたけど、はい、じゃあその調整面が非常にうまく、はい、いい方向に行ってますかね。はい、はい、今日作業面ちょっと気温も上がる予報出てますか。何か考える部分ありますか。まあ、プロペラ少しあるぐらいですね。スタートに関しては今節かなりタイミング的には切れてるようにも見えますが、どうでしょう。はい、いけてます。バッチリですか。はい、はい、1号艇です。ピットバレネの部分は、まあ、問題ないです。はい、まあ、改めて勝利のためには1号艇です、偉大な枠番です。どういうふうなレース心がけていきましょう。冷静にいくだけです。昨年は V6、 そして今年初 V がかかります。最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、今日も気合いでいきます。優勝戦2号艇吉田選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、ここまで振り返っていただいて、そのエンジンのいいところを教えていただけますか。伸びは水準よりずっといいかなぐらいであって、ちょっと出足が、前傾からなかったんですけど、4日目の後半から出足もなんとなく良くなって、まあ、まずまずの感じになってます。はい、優勝戦本番に向けてもう少し欲しいところとなると、今出足という話ありましたが、どうでしょう。そうですね、そこ枠番的にもそこがもう少し欲しいですけど、まあちょっと限界を感じてます。はい、ちょっと今節は気候が変わったり気温が変わったり、非常にコンディション面難しいところもありましたが、調整面どうでしたか。まあちょっと、まあ、気候云々よりもちょっと出足の悪さの解消をずっとしてたので、まあ、そこがなんとなく良くなったので、もうちょっと、はい、満足してます。はいはい、スタート今節どうでしょう。スタートは、いつになく決まってますね。はい、2号艇です。勝利のためにどういう戦い心がけていきましょう。そうですね、勝利のためには柳生君の大失敗ですね。はい、祈ってます。はい、では最後に優勝戦に向けてファンの皆さんへ一言お願いします。はい、優勝目指してセーファーしております。応援よろしくお願いします。優勝戦3号艇中村選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。45号機、まあ、非常に近況動きは目立っているエンジンの一つなんですが、改めてこのエンジンのいい部分教えていただけますか。そうです、今は出足中心にいいと思います。序盤からそんな雰囲気ありましたか。いや、そうです、3日目ぐらいからちょっと重さ取れて出足良くなった感じですね。伸びの部分に関してどうでしょう。それで下がることはないですけど、まあ、伸びていくこともあんまりないです。優勝戦まで今日時間があります。調整面お考えのところあれば今日はどうしましょうか。まあ、今の足崩さずに、はい、行きます。スタートに関しては今節見え方感はどうでしょう。まあ、ダッシュよりスローの方が見えてるんで、スローから行きたいと思います。3号艇です。勝利のためにどういうふうな戦い心がけていきましょう。まあ、1等取れるように、はい、ちょっと考えます。徳山の水面外傷としては中村選手自身どうでしょう。まあ、乗りやすいんで好きですね。自身2度目の V がかかります。最後にファンの皆さんへ向けて一言お願いします。はい、優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。優勝戦4号艇山田選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。66号機、はい、このいい部分、今の評価できる部分教えていただけますか。まあ、特徴としてはスリット近辺が他よりは少しいいのかなっていう感じしてます。序盤からそんな雰囲気はありましたか。そうですね、前傾からその辺特徴的だなと思ってたんで、まあ、キープできてるのかなと思います。ちょっと前走車がかなり前付けがあったりで、ペラの形もひょっとしたら、はい、ちょっと特徴的だったんで、だいぶ自分の格好に叩き替えて、まあ、いい反応あったんで、それをベースに戦ってる感じです。かなり気象条件変わったりもしていますが、はい、じゃあ調整面に関しては、まあ、うまくいってるという。そうですね、まあ、昨日とかも刺さってよかったと思うんですけど、まあ、回転の調整は日に日に必要だとは思うんですけど、まあ、足自体はキープできてるのかなと思います。今日時間がありますが、調整面で改めて何か考えている部分であれば。まあ、乗ってみて回転調整だけだと思ってます。スタートは今節どうでしょう。まあ、マイナスに下げてからは自分の思った通りなスタートいけてるんで、まあ、でも早いのはいけてないんで、はい、まあ、その辺集中していきたいと思います。
4号艇です、はい、勝利のためにどういうふうな戦い心がけていきましょうか。まあ、攻めていけば展開あると思うんで、はい、まあ、しっかり展開作って自分でものにしたいと思います。では最後にファンの皆さんに向けて一言お願いします。徳山大好きなんでしっかり結果残して帰りたいと思います。応援の方よろしくお願いします。優勝戦5号艇井上選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、ここまで振り返っていただいて相棒49号機今のいい部分教えていただけますか。周り足のみですね。はい、他の部分はちょっとんという感じはします。伸びがちょっと弱いですね。この枠番だとちょっとじゃあその伸びって大事になりそうですよね。そうですね、まあ、外に、まあ、まくられないように、まあ、自分の仕事したいんで、まあ、伸びきるまでは足は多分つかないと思うんで、まあ、一緒ぐらいの足にはしたいですね。はい、じゃあ今日調整のテーマとしてはそのあたりが。そうですね、はい、スタート今節どうでしょう。スタートはしっかりいけてると思います。5号艇です。改めてレースのイメージ今どのように描いていらっしゃいますか。まあ、展開あれば展開つける足にもしたいんですけど、まあ、それにつけるような、直線もこさして、はい、しっかりつけるようにしたいですね。はい、でも徳山の相性は決して悪くはないですよね。そうですね、まあ、このエンジンも何節か走らせてもらってるんですけど、まあ、ずっといいリズムで来れてます。では最後にファンの皆さんへ一言お願いします。はい、最後まで精一杯頑張ります。応援お願いします。優勝戦6号艇辰馬選手です。おはようございます。おはようございます。輸出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。51号機今のところのこのエンジンのいい部分あれば教えていただけますか。いい部分はないですね。はい、もう少しつけたい部分欲しい部分逆にあるとしたらどういうところでしょう。全部全部です。全部、はいはい、6号艇です。今日枠番加味してじゃあ今日調整面どうしましょうか。いや、まあ、いつも通りやるだけなんで、はい、それで来ないんでもしょうがないです、はい、スタートに関しては今節どうですか。まあ、いつも通りですね、はい、6号艇です。改めて、まあ、コース通り含めレースのイメージ何か描いている部分ありますか。まあ、枠なりで、はい、さあ徳山初 V がかかります。最後にではファンの皆さんに一言お願いします。はい、頑張ります。